カナスバ。開かないか。ねえ、そんなことしても疲れるだけよ。脱出の機会があるまでここでおとなしくしてましょうよ。けどこうしてる間に踊り子コンテストが終わったら、せっかく本戦に出れることが決まったのに、私のせいで出場できなかったら、エリカやシエロに合わせる顔がない。リオってクールで知的に見えるけど、意外と熱いところもあるのね。ねえ、リアはどうして踊り子をやってるの？シエロは男性恐怖症を治すため、エイリカは両親に見つけてもらうため。リアだけ理由をまだ聞いてなかったわよね。大した話じゃない。そうなの？でもあなたがそんなに頑張ってるのには何か意味があるんじゃないかしら。実は、私にはここ2年くらいの記憶しかないんだ。え、それって記憶喪失ってこと？ああ、最初の記憶はアクセル近郊の草原で目を覚ましたところで、ここがどこなのか、なぜここにいるのかすらわからなかった。いつの間にかぬいぐるみと鍵盤型の魔道具を持っていて、覚えていたのは歌と踊りが大好きだということだけ。曲を聴くと体が勝手に動き出したからな。記憶はないが、体と心はそれを覚えていたようだ。ちょっと待って、それじゃあリアって名前は？エイリカたちに誘われて踊り子になった時に自分でつけた芸名なんだ。踊り子をやってるのは、好きな歌と踊りを続けることが記憶を取り戻す糸口になるかもって思ったから。でもいつまで経っても記憶は戻らない。そもそも二人に比べて私は全然ダメだな。どうして？ダメなわけないじゃない。だってエリカもシエロも目的を持ってひたむきに頑張ってるのに、私だけあやふやな目的のまま。二人に比べて真剣さが足りないような気がして。そんなことないわ。だって鬼畜なカズマの横暴にもめげなかったじゃない。それにね、アクシズ教にはこういう教えがあるの。何時何かのことで悩むなら、今を楽しく生きなさい。楽な方へと流されなさい。自分を抑えず、本能の赴くままに進みなさい。ね？リアももっと楽に生きればいいと思うの。何？どうして笑ってるの？いや、少し落ち込んでたけど、元気になれそうだ。アクア、ありがとう。それならよかったわ。それで、元気になったついでにお願いを聞いてほしいんだけど。うん、なんだろう。何でも言ってくれ。結構切実なお願いなんだけど、共同生活なんだし、もう少し綺麗に部屋を使ってくれない？なんだ、そんなことか。わかった、努力する。あら、リオって、間近で見るとそこはかとなく見覚えが。長かった。もう間もなくです。今度こそ儀式を成功させ、古代兵器を復活させましょう。古代兵器が復活すれば、魔王様も私を認めざるを得なくなる。未払いの給金をこの手中に収める。その時は近い。あとはエーリカとシエロをさらってくれば儀式はなるというわけですね。さあ、この私めにご命じください。今すぐにでもあの二人を捕まえて、ダニエル様の御前に。まあ待ちなさい、チャーリー。
それには及びませんよ。ですが、儀式のためには他の二人も必要では。いいえ、実はリアさえいれば十分なのです。さあ、祭壇の前へ参りましょう。詳しくはあちらで説明しますよ。おい、メリッサ、目的地にはまだ着かないのか？事前調査によればもう近くまで来ているはずよ。間もなくあいつらの城が見えてくる頃合いだわ。我が仲間をさらうとは何たる愚行。いいでしょう、城が見えた瞬間に我が爆裂魔法で終わらせて。やめろ、アクアとリアを巻き込んじゃったらどうする気だよ。アクアたちが恥ずかしめを受ける前に。さらうなら一番可愛い私をさらうべきだったってこと。今日こそあのトロールたちに後悔させてやるわよ。はあ、お城の中が男の人でいっぱいだったらどうしよう。こんなパーティーで大丈夫か？不安だ。あ、見てください、ダニエルの城が見えてきましたよ。不安だらけだが、ここまで来たらやるしかない。みんな気を引き締めていくぞ。この巣場